はい、どうもです。今日はですね、こんなマイクなんか持っちゃっていつもとね違う感じの動画になるかもしれないんですけれども、こう編集作業してて過去のねいろんな動画が出てきたんですね。それでね、これからね YouTube とかやり始める人たちにとって少しでもね、楽しみが増えたらいいかなと思って、ちょっとね動画を回していました。実際にね私たちもね簢単に考えてたんですよね。他の人たちがねやってるような感じで自分たちもやって、収益化っていうんですかね、すぐにできるんじゃないかななんて思ってたんですけど、そんなにね甘くないんですよ。なかなかねこの収益化ってできないんですよね。でね、最初のね私たちの動画なんですけども、とにかくひどいんで一回ちょっと、過去の動画ですね、一番最初に作った、動画21年かな、ちょっと見てください。どうぞ。Merhaba, 2bir arada kanalımıza hoş geldiniz. Ben Selin. Aosan de. Aslında daisuki ama herkesin Aosan de. Evet, daha kolay oluyor. Daha kolay. Bugün size tanıtım günü yapacağız. Kendimizden biraz bahsedeceğiz. Umarım beğenirsiniz bizim videomuzu. Çünkü biz çok hazırlanıyoruz. O kadar çok hazırlanıyoruz ki. Kaçıncı deneme? Kaçıncı deneme, neyse. Bu bir sır. Ben 27 yaşındayım. Ben 39 yaşındayım. Ben şu an öğrenciyim. Ben de bir ofiste çalışıyorum. Evliyiz. 2 senedir. 2 sene. Biraz yabancıyız. Biraz. Ben de Japonya'dan geldim. Ben de Rusya'dan geldim. İşte... Karışık sebeplerden. Evet. Ben 16 sene önce geldim. Evet. Sen kaç sene önce geldin? Ben 14 sene önce. Sen 14 sene. Ama evlendiğimizden beri İstanbul'da yaşıyoruz. Evet. Sen bir şey eklemek ister misin aşkım? İlk kanalımızı dışarıda çekelim dedik. Evet. Yani kusura bakmayınız, gülerken kamera titriyor. Evet. Yeni başladık. İşte gezmeler, yemekleri. Değişik konular. İlişkiler. Bunları çekmek istiyoruz. Biraz hayvanlar. Evet. Umarım beğenirsiniz. Evet. Biz de sizden beğeni basmasını bekleriz. Bekleriz. Bir de takipte kalın. Evet. Teşekkür ederiz. 皆さんどうでしたか？このね動画を撮るのにもうセリンとねかなり練習して、もうたった2分か2分ぐらいだと思うんですけども、本当にね練習しまくってしまくって、なんとかあれ多分ねテイク15とか20ぐらいなんですよ。何回も撮り直してるんです。でね今回もう編集なしでもうそのまま動画に残そうかなと思ってるんですけども、こんなにねうまく喋れなかったんですよ。私ねただでさえもう本当に説明するの下手くそなんですけども、いざこう自分たちでね、こう最初この iPhone7 この携帯でねずっと撮ってたんですね。こんな感じでこう2人でずっと撮ってたんですけども、携帯こうカメラがねこういう風な感じでこう自分たちの画像がこう映ってるだけでもうタジタジになって、2人とも全く喋れなかったっていう感じですね。で最初ね本当にそっからこのキビアルドチャンネルスタートしていったんですね。
はい、このスポーツ動画見てもらったらわかると思うんですけども、なかなかねうまく撮れないんですよね。で、携帯のね容量も少なくて、編集もね当時携帯でやってたので、すぐにね容量がいっぱいになってもう編集できない、携帯の容量がいっぱいでもう編集できないっていうことが、ありました。こう見るとね、私たち本当に今よりはだいぶ痩せていたのかなって思います。特にねセリンなんかはかなり痩せていたんじゃないかなと思いますね。まあ2人ともね共通していることがあって、最初のやり出しはね何でも結構ハマってやるんですけども、続かないんですよね。運動にしてもそうですし、唯一続いてるのがね2人でこの YouTube チャンネルなんですね。なんか知らないけどこれだけはね2人でなんか続けてるんですよね。なんか撮影しようかって言ってね、外に出るいいきっかけになったりとかもしてるので、本当にねこのチャンネルに私たちはね助けられてるって感じですね。まあけどね、今こうやって見ると本当にひどい動画ですね。この文字とかね、なんかこの時はねまだなんかこう視聴者に気に入られるようななんかチャンネルにしないといけないみたいな、なんかこう迫られてるような感じ、まあ2人で勝手になんかプレッシャー感じながらずっとやってましたね。だからなんか字幕とかも変な感じですしね、なんか変なこう関西弁みたいなのが入ったりしてますね。まあ、この時ねすでにねやり始めて何本目かの動画なんですけど、実際にねこれね見てるより難しいなって2人でね痛感してたところなんですよね。ちょっとねこう過去の動画を見ながら懐かしい思い出に浸りたいかなと思います。そしてねこの次の動画になるんですけども、これがですね、まあ、携帯から今度パソコンで編集するようになったんですけども、まだこの時もね iPhone の13ですね、まあ、それでね今度取り出して、まあ、画像はいいんですけれども編集ソフトどれ使っていいのかわからない、もう本当にねインターネットで調べたりしながら編集作業やっていきました。そしてね今回ね皆さんに何が言いたいかっていうとですね、私たちもその最初簡単に考えていたこの YouTube なんですけども、まあ、収益化すぐにできたらいいななんて思ったんですけども、なかなかこうできないんですよね。でそんな中で、まあ、他のねチャンネルすごく伸びてるチャンネルと比べたりして嫌な気持ちになったりとかも自分たちはねしたんですけれども、二人でね何か一緒にできるっていうことがねどんどんこう増えていって、かつね思い出作りにすごくなっていったんですね。でそれプラス自分のねこの編集能力の技術が上がっ
ていって、まあ、それについてね夫婦で話をしたり、なんか何気ない日常をね撮っていくことですごく楽しみになっていったんですね。それがね、まあ、今回ね収益化できなくてもまあすごくねいいところなんだなっていうふうに思ったので、まあ、これからねなんか YouTube みたいなことをね始めたいなって思ってる人はね本当にこれどんどんやってってください。私もねこのカメラを前にこんなマイク持って喋るなんて全然できなかったんですけども、まあ、今ね少したじたじになったり噛んだりもするんですけれども、こういうふうにね少し話せれるようになっていきました。だからねこんなのは若い人たちがするんだとか思うんですけれども、そうじゃなくてねどんどんやってってみてください。そしてね次にこの大事なところなんですけれども、このね YouTube をやっていくにあたってどんなテーマにしてやっていくかっていうことなんですね。でまあ私たちはね、まあ、ありのままの自分たちをこう映していこうっていう感じでやっていったので、まあすごくね、続いてるんですけれども、これはね僕たちが経験したことなんですけども、人とね同じようなことやらなくていいと思うんですよ。やっぱりいろんな人、その人たちのね味っていうのは必ずあると思うので、もう本当にまあ今回ベタなねこの日曜のねルーティンっていうのを撮ったんですけれども、まあ、これはねもう時間があったからこう撮ったんですけども、再生数がね伸びるようにしようとか、こういう動画にしないとうまくいかないんじゃないかとか、そういうふうに思うんじゃなくて、自分たちがね撮りたいなって思う動画をどんどん撮ってってみてください。すごくね思い出にもなるし、うん、なんか編集作業してて、あ面白いなって思うし、あこんなに成長してるんだなって、なんか普段何気なくこう見ているものでもね自分たちでこう作ったなんか映画っていうんですかね、制作動画っていうんですかね、それをね見るのはね本当になんか達成感とかね、何か一つやり遂げたらなみたいなことが、心に残るのですごくいいです。まあね今日はねそんな感じの動画をと思って、今回ね一人でまあ過去のね動画、私たちが作った動画をね見せながら、皆さんにお見せしていきたいかなと思っています。では過去の動画になるんですけども、楽しみに見てってください。どうぞ。
efsane köfte. Sarı pazar. Geç kalmayın.